どうもです、皆さんこんにちは、こんばんは。それでは今回はワールドウォー2のフリーフォールやっていこうと思います。さて、そして今回使用する武器は M1 ガーランドです。さあ、フリーフォールはね、今回初めてですねとたまにはね違うルールやってみようかなということで、このフリーフォールやっていきました。ちょっと待って、危ないよ。なんかとんでもねえやつがいたぞさて、シリーズ通してあんまりフリーフォールって遊んできてこなかったので、立ち回りとかがよくわからないんですが、あんまり動かなくていいというイメージがあるんですけど、どうなんでしょうか。利水帳をまず把握していって、そこをうまく狩るのがやっぱ基本なのかなとかは思ってるんですが、さあ2発で倒せるんでね、しっかり当てていくは強いですね。ただ8発しかないので、焦らず打っていかないといけないですよね。ただあんまり動かないとキルも稼げないって感じか。いないな敵が。さあトップが4か。まだ追いつけそうだな。うわお、ナイス。あの人はトップじゃないか。よしよし、よかったよかった。ってことはこれこっち来るかもな。さあ航路距離、こっちにいるな。6発しかないから気をつけろ。偵察機トップやばいな。トップつなげてきてるぞ。オッケー、こっちからそろそろ。さあ速攻、オッケー。リロード挟んで、これもう一回こっちから来るんじゃないかな。来ないか、こっちか。なんかいる。ハンドガン。よし、偵察機。さあちょっとここでリロード挟む。うん、なんかいる。すぐ後ろ来るな。しかしトップにトップタイに来れたぞ。さあ何をしてるんだい。美味しくいただく。さあ今回スコアストリークはチーリスでいつも使ってるやつ持ってきたんですが、それ使う気はないかもな。そこまで貯めれない気がする。さあ左、これここから打てるか。そこ顔出して置いてました。さあリロード。うわお、ナイス。利水帳覚えてこう、利水帳覚えてこう。そこだ、オッケー。自分が利水した位置をできる限り覚えていかないといけないな。今度どうなる、今度どう来る、どう来る。こっちからじゃあ左足しようとしたな。近いぞ、いたぞ。近距離苦手なのでこの武器気をつけないとな。多分こっちに行ったんじゃないかな。僕だったらこっち行くけどな。あ、ぐるぐるしてるだけだぞ。はっ、いや、あの下手くそなんでその点ご了承くださいでもトップにせっかく立ててるから、ここうまく、頭、オッケー、リロード入ったよ。これ右だな、後ろからスナイパー。うわー、ナイス。登ってたか、ナイス。ここ戦いやすいかな個人的には。右いるな、後ろか。それでも後ろから来るか。やばい、追いつかれるな。せっかくうまくキル伸ばしてたのに。まだ2チケットある。落ち着いていこう、落ち着いていこう。2位の人がキルさえ、なんかさっきのランチャーやってる人がいるんですよね。爆発物キルとかを狙ってるのかな。なんかやってそうですね。フリーフォールなんで味方がいないから、ハンドガンいきます。追いかけろ。オッケー、意外と使えるんですよねハンドガン。さあここら辺で一回リロード挟んで、来ないでよ。オッケー、リロード。次こっちから来そうな気がするね。一回ここの直線見ておいて、ショット。うわ、ナイス。スナイパーだな。うまいっすね。シリーズ通してスナイパーはほんと下手っぴなので、もう今作のスナイパー使いやすいみたいな話は聞いたんですよね。自分もそのうち慣れてきたら使ってみようかな。まだねプレステージ一生回せてないのでナイス。さあ大攻撃略、見てたぞ。ただの知らん。よし、でも多分こっちから来るんじゃないかな。後ろか、これ死体が転がってる。やっぱり激戦区はあるな。キル稼げるポイントっていうのはありますよ。オッケー、2発、うわ2発入ったはずなのにダメか。あいつアーマー、レベル3アーマーとかか。それは違うゲームか、銅像の違うゲームか。サプス流れるな。足音聞いてけ。こんにちは
クーン、ナイス。なんかこっちになんかランチャー構えたやつがいるぞ、絶対。すごいバッコンバッコンいってる。とんでもねえやつがいる。面白いですね。フリーフォール面白いですね。ちょっとまたちまちまやっていこうかな。なんかスナイパーからさっきから狙われてるんですよね。ちま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 。お、いるぞ、この枠。これ後ろから来そうだな。この上いるんですよね。やばい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 。ああ危ない危ない危ない。オッケー。よし、まだ1、まだ1痛い、まだ1だ。こっちいるな。グレ投げてくれてた。オッケー。後ろから、これ後ろ見た。痛い、さっきのだ。多分さっきの人の置き土産かな。ナイス。おいしい。くー、これきついか。来るか、来るのか、来ないのかい。こっち行くかな。うっそだな。ジャンピングショットされました。うまく絡みました。これ後ろ行きますか。こっち、だからさっきからバッコンバッコン行ってる。うわーな。彼はランチャーの人ではないが、待って、なんか臭い。ああ、ガスマスクください。さあリロード挟んで、左いるな。なんか後ろで燃えてる音もするけど、これ多分入れ替わったんじゃないかな。抜けてったかな。ここの先いますね。来ないか。くそ、ちょっとキルペース落ちてしまった。なんとか1位になってるから、うまくいきたいな。いきたい。差はまだある。ここいるな。そう、なんかとんでもないやつがいるんですよね。うわー、ショットガン、ナイス。左潰しておいて、ショットガンの人じゃないぞ。後ろから来るんじゃないか。そこで湧くはずですが、いないな。そこで湧くと思ったんだけど。おお、ナイス、キルー。これ勝ちたいな。あー、一発入ってる、一発入ってる。オッケー。ここリロードだな。一回リロードできるぞ、ここだな。救援物資、キル重ねている人いるだ。うお、ナイス、うまいな。スナイパーさんうまいですよね。本当によくやるわ。中にいる。なんかリアル1レベルの、まだやっぱり自分と同じで始めたばっかの人いますね。うー、スナイパー危ない。さあ、後に生きる。これは勝たせてもらいたい。あまりね、ちょっとこうバシバシうまくいってるって感じじゃないですか。攻めてね、攻めて、ここは決めたい。いった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 2発でいける。この4発で決めてやる。ああ、勝てた。ああ、フリーボール面白いですね。多分熟、ああ、この人多分爆発をつける狙ってたな。あ、確か燃えた敵を、確か何でしたっけね、焼夷弾とかで敵を倒しまくってキル数でチャレンジするっていうのがあったと思うので、それやってたのかもしれないですね。いや、面白いですね。フリーフォールいろんな人がいるから、スナイパーとかさっきみたいな爆発物のチャレンジしていて、いろんな武器使ってくる人もいるので、ちょっとまたちまちまやっていくかもしれないです。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。次はまた違う武器でチャレンジしてみようと思いますので、次回もよろしくお願いします。お、サプライドロップも溜まったな。サプライドロップも溜めていて、生放送とかね、週末とか時間がある時にできたらいいなと思っているので、その時とかにね、まとめて開けたいなと思っているので、まだその時にもよかったら、覗いてみてください。ということで、ちょっと長くなりましたけれども、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ次回もよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。